こんにちは、台湾チャンネルです。キャスターの永山秀樹です。大家好，立台交流频道现在开始了，我是永祥英树。今天主持人谢慧基因为有工作的关系不能出来，所以今天只用日语进行，台湾朋友们请见谅。本日司会の社会さんはお休みですので、日本語だけで番組を進めます。そして、今回もゲストとしまして、在日台湾同協会前会長の大正英先生にお越しいただきました。大先生、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、でまず最初なんですけれども、これはですね、台北の地下鉄のシートの写真なんですね。最近、よくこの番組のために、台北の街の写真を提供してくださるローズホーさんが提供してくれたんですけどね、この何やら広告が貼ってあるんですけども、これ日本語で恵比寿といい時をって、まあ恵比寿ビールのそうですね、キャッチフェイスですね。これ見ただけ だけですと、これ台湾の情景とは思えないと思うんですが、うん、まあそのローズホーさんはいわゆるハリーズの方です。ハリーズよね、まあ、日本のファンですね。日本のファンの方、うん、はい、だからまあ日本語で書いてある、それからビルの日本のビルの広告があったということで、ちょっと面白いなと思って写真を撮ったんだそうです。で僕もですね、やっぱりこれ見て、もし例えば僕が台北でこれ見たら、やっぱり意外に意外というかね、さすが台湾という気もしますよね。なんかこう日本的なものをちょっとこう使うというのはですね、いかにも台湾的かなと思ったり、あるいは日本の観光客がこれ見たら驚くんじゃないかと思うんですけど、2020年から恵比寿ビルっていうのは向こうで販売始まったらしいですよ。台湾では輸入ビルが結構人気で、うん、そのうち特に日本のビル人気あるんじゃないですか。ありますよ。そうですよね、うん、でまあ恵比寿もそういうことですね。今このコンビニなんかでも買えるということで、でまあ、人気あるのかどうかと思って、ビールの好きなやっぱり台北のタカフランクさんという方ですね、はいはいはい、その方、もうやっぱりよくこの番組ね、いろんな、うん、写真送ってくれる方なんですけど、そしたらこんな写真送ってきたんです。これ居酒屋なのかな、なんだろう、この飲食店行ったらこういうのがあったよというんで、これメニューで、その店のメニュー見るとですね、まあ、ビールってあるんですけど、これ日本語も書いたんですね。うん、まあ、これ台湾人のお店ですよ。でそこでビールというと、やっぱり恵比寿ビールになってるわけですね。漢字で恵比寿って書いてありますけどね、でこちらがその写真、まあ、こういう感じで出ているということで、だから全く日本と何も違わないですね。そうですね。そういうわけで、まあ、これ見ても分かるように恵比寿ビールは、まあ、向こうでは結構人気があるんじゃないかなという感じですね。そうですね、はい、うん、そういうわけで向こうで、ね、コンビニ行くと本当に日本のビールいっぱい売ってましてね、うんうん、まあ、人気あるのは分かるんですけど、まあ、こういうの見るとさすが台湾だなと、うん、いいことですよね。そうですね、まあ、実際この日本のビール美味しい美味しいっていう声は多いですよね。そうですね、はいはい、ということで、まあ、いかにも台湾的かなということでご紹介しました、はい、それでは次なんですけども、これちょっとご覧いただきたいんですが、これ台湾のここですね、中央山脈のところにですね、これ玉山ってありますね、玉山っていうんです、玉山、南方ってありますね。玉山っていうのは台湾で一番高いですね、かつての新高山ですね。そうですね、はい、新高山というと、まあ、新高山登れの暗号で有名ですけれども、まあ、新しい高い山、これは日本時代にですね、まあ、台湾が日本の領域に移した時に、まあ、それまで日本の最高峰は富士山だったわけですね。で富士山よりも高い山ができたということで、だから新しい高い山、新高山と命名されたんですね。明治天皇がのご命名ですね。あ、そうですか、はい、うん、でまあ、戦後の日本名良くないということで、中国人が、まあ、玉山といういかにも中国的な、国見せると中国人何でも書いちゃうんですね。町の名前も書いちゃうし、道も書いちゃうし、本当にいやらしい。そういう経緯もあるんでね、うん、なんかこう台湾中国の領土だって国民とやったもんですからね、うん、そういったその改名政策の一つとして玉山とつくもんですから、僕はあまりこの名前はあまり使わないんですが、まあ、台湾でも
定着してますんで、ね、定着してますね、はいはい、新高村といっても大体皆さん知ってますよ、うん、なるほど、うん、で富士山が3776メートルなんですが、玉山、まあ、新高山は3952メートルなんですね。でその、この玉山といってもですね、まあまあ、日本の場合は富士山の場合は独立法ですけれども、ことは連邦なんですね。で同じような高さに連なっている。で玉山の、まあ、いわゆる新高山というのは今玉山主峰というんですね。で東には東峰があり、北には北峰があり、南には南峰があり、これは、新高山すなわち玉山主峰の南側にある玉山南峰というところなんです、ここなかなかね、一般の観光客には足を踏み入れることできないですからね。そうそう、時間かかりますよね。現地の風景あまりご覧になったことない方もいる、あの写真なんかであんま見たことない方いらっしゃるかもしれませんが、今日はですね、いわゆるこの番組でよく写真を提供してくれる王総南さんという昭和昭和在住の方がいらっしゃいましたね、はい、その人がこの、最近登ったそうです。でちょっとその写真をもらいましたんでですね、見てもらおうと思うんですけどね、まずですね、まあその玉山南峰を目指して、まあ、この登山隊がこう登っていくんですね。まあ最初はこの森、森林があるんですね、下、まあ、こう森林を抜けましてね、うん、本当に雄大なところなんですよね。大先生は山登りされますけど。そうですね、私僕は残念ながら行ったことないです。そうですか、まだ台湾にいらっしゃった頃は入山禁止だったでしょ。そうです、禁止です。許可もらわないと入れないです。許可もらわないとダメなんですよね、うん、めんどくさいなんで、ね、中共のスパイが潜り込む可能性があるんで ね、産地というのは、まあ、はい、原住民以外はね、許可が必要なんですよね、はい、まあそんなことですね、こう登っていくわけですが、すごいですね、こういうところとかですね、まあ、切り立ってですね、はい、そしてですね、登山隊はこれが主峰です、新高山です、うん、はい、でこんな感じで登って、でも主峰を行かないでこっち行く来たんですね、南峰を目指すんです。主峰というのはですね、まあ、一番高いんですけど登りやすいそうですね。そうみたいですね、意外に、うんうん、で一番厳しい山が、まあ、こっちにある東の東峰なんですね、うん、はい、であそこは本当にもう険しくてですね、すぐ滑るんです。で 雨が降るとすぐね落ちちゃうんで、滑っちゃうんで、そう大変らしいですよ。で次に険しいのがこの王さんたちが挑むこの 南峰なんですね。日本統治時代は新高南山といったんですね、南の山と、はい、で、この、新高山を日本には行かずこっちに向かいましてですね、そしてまあ、こんな感じですね。これが新高南山ですね。本当に綺麗ですよね。綺麗ですよ、はい、田尾の山は本当に綺麗ですよ、うん、なるほど、そうですね、うん、出発して途中で山中で一泊して、その後翌日この南山、南峰を目指したということですね、はい、で、まあ、こんな感じですね、まあ、いろんな角度から撮影しているんですけどね、はい、まあ、天気良かったんですね、うん、そうですね、はい、はい、うん、でこれが山頂だということですね、はい、こちらが王さんですかね、うん、はい、ここが主峰で、ここが一番険しいといわれる東の、東峰、東峰な、はい、こちらにも載ってますね、あ、これ、南山、南峰頂上に立つ王総南さんですね、はい、これが主峰で、これが東峰ですね。で、まあ、ここから見てですね、ここから眺めるともう本当にこうすごい雄大な景色が眺められたと。そうですね、はい、でまあ、彼はですね非常に台湾を愛している人なんで、やっぱりこの新高山は台湾のこの精神的な象徴だと彼はそういうふうに考えているようですね、うん、はい、だから彼にとっては神聖な山だったんじゃないですか、うん、はい、日本人が富士山を崇めるようにですね、そういう思いがあったんじゃないでしょうか、はい、そういうわけですね、あ、まあ、これが登山口、これは登山を終えた後にですね、みんなで記念撮影したそうなんですね、まあ、みんな満足げで、そうですね、楽しそうですね、うん、はい、はい、そういうことで、とてもこの雄大な写真を送っていただきまして、まあ、
王さんどうもお疲れ様でした。そして写真をどうもありがとうございました。はい、それでは次の話題なんですが、6月の26日から28日までドイツで G7 サミットを行いましてね、まあ、首脳会議が行われまして、これはその時の写真なんですけどね、はい、まあ、日本からは、まあ、岸田首相が参加しますね。この方バイデンさんですね。で、ここでですね、まあ、今回取り上げたいのは、まあ、この首脳会議で、台湾海峡の平和と安定が強調されたということで、そうですね、まあ、岸田先生がやってくれたんだよね、うん、まあ、そのこれは、それがどうしたのと思う人もいるかもしれませんが、これはあの、まあ、台湾側がものすごく喜び、それから中国が猛反発してますので、ね、そうですね、これがいかに重要なのかということがこれで分かると思うんですけども、はい、あのですね、このサミットでですね、まあ、これ1975年から、まあ、最初は G6 だったんですけど、まあ、行われてるんですが、それからあのずっとこの台湾という言葉を使われることはなかったんですね、その声明宣言ではですね。とか去年になってですね、初めてこの台湾海峡の平和と安定という言葉が、まあ、使われたと、これ大きな話題になりました。それはあのもちろん日本とアメリカが主導してですね、あのやっぱりインド太平洋の国家であるこのアメリカと日本なんですよね、特に日本なんですね。それが主導して、まあ、その台湾海峡の平和と安定というものが、うん、まあ盛り込まれたわけですね、去年1年前。そして今回も、うん、再びということでまた話題になっています。この政府の我が国の政府のこの資料を見ますとですね、この岸田さんがやっぱりこの、まあ、日本の首相としてですね、この、まあ、東シナ海で の、まあ、この尖閣諸島の周辺の領海の中国の侵犯、あるいはその中国によるガス田開発ですよね、それからあとは南シナ海での、まあ、いろんなこの行動、一方的に現状変更するしようとする、そういった中国の行動に懸念を示し、それとともに台湾海峡の平和と安定の重要性を、まあ、この提起しましてね、そういったものが確認されたという、そういった経緯があるそうです。ですから、まあ、日本の方本当にもうその、まあ、台湾維持は日本維持、まあ、あの岸田さんの言い方、今の安倍さんの言い方ですけどね、岸田さんの言い方は、うん、今日のウクライナは明日の東アジアかもしれないって言い方を、東アジアというか、本当は台湾ですよね、まあ、まあ台湾そして日本ですよね、はい、またはその中国ですね、あの今日のロシアは明日の中国じゃないかという ね、はい、まあ、あのそういう言い方は、まあ、この会議でも岸田さんはしたそうなんですけどね、まあ、そういうことでですね、まあ、台湾海峡の平和と安定が盛り込まれたと、それから両岸関係の平和的解決を促すと、まあ、そういう表現を捉えたと、このなぜこれだけで中国が猛反発するかというと、それはもちろんこの台湾海峡、要するに台湾の問題、中国が台湾をどう平穏しようと、中国も内政問題であるんだから他の国は文句言うなと、あの干渉するんじゃないということですね、その問題に触れるなと、ほっといてくれ、俺たちが勝手に飲み込むだけなんだからという、助けるなということですね、あの分かってるわけですね、彼らもその中国共産党も、台湾は実は中国のもんじゃないと、で俺たちがやろうとしてるのは実は侵略、うん、でもこれはそうじゃないんだよ、内政問題なんだから邪魔しないでくれと一生懸命言っている。ところが、そうはいかないよと、日本そしてアメリカがずっとこう頑張っている。そして、今年はまた G7 サミットで、そういった文言が盛り込まれたということですね。ですから台湾は大歓迎ですね。これはあの台湾の外務省の、まあ、このツイッターの文章ですね、ちょっとご記載訳しました。ここ書いてあります。G7 のリーダーが台湾海峡全体の平和と安定の重要性を強調し、両岸問題の平和的解決を促すとしたことに感謝する。台湾は G7 や他のパートナー諸国と共通の価値を守るために引き続き協力を行うと。この、まあ、台湾は今までですね、中国の圧力によって、まあ、国際社会から排除されてきたわけですけれども、今や本当にこの、まあ、G7 および他のこの民主主義国家とともに、我々はこの、あの共通の価値のためにですね、この覇権主義と対抗していきますよと、そういったことを表明しているわけですね。本当に覚醒の感がありますね、はい。でこれに対してもちろん先ほど言いましたように中国は穏やかじゃないということですね。
中国 の反発ぶりというのをちょっと、紹介したいと思うんですけどね。大体ワンパターンですよね。ワンパターンですね。はい、まあ、いつものパターン、いつものパターン、まあ、日本の新聞でもよく報道されるんですけどね、ちょっとあの今回はじっくりと読んでみたいと思いますね。一体あの国はどういう頭をしているのか、よく分かると思いますね。あのもうこの国との友好というのは不可能だというのは分かると思うんですけどね。例えばあの国の外務省、中国、こう言ってますね。中国の内政に乱暴に干渉した、中国を攻撃し中傷するものだと。台湾海峡で平和と安定を守る、中国は平和的にやってくださいとお願いしてる、まあ、この進めてるだけなんですよ。それに対して攻撃と受け取るのは何なのかということですね。そうですね、 よっぽどやっぱり後ろめたさがあるんでしょう、はい、こういうことでも言ってますね。 G7 が対話だとか協力とかそういうことをする気はないんだと。ただ冷戦思考を守り、イデオロギー的な偏見を持っているんだと、そんな言い方をするわけですね。それから、この台湾政策を司る国民台湾事務弁公室、国台弁といいますが、そこの報道官もこう言ってますね。台湾問題は中国の内政であり、いかなる外部の干渉も許さない。アメリカと西側が同盟国を引き込んで台湾カードを切り、中国の発展と統一を邪魔しようとすることは非常に危険だと。彼らには人に言えない政治目的があり、民進党と台湾独立勢力の挑発を見て見ぬふりをし、逆に大陸を、大陸の中国のことですね、大陸を台湾海峡の平和と安定を破壊していると非難するなど、完全なる事実捏造をやってるじゃないかと、白黒と言い組めてるではないかと、台湾独立勢力に誤ったシグナルを送ることや、まあ、これはあの台湾独立勢力、まあ、つまり、ことを言ってますよね、中国と一緒になりたくないという、まあ、あの普通の台湾人のことですね、それを励ますなってことを言ってるんですね、シグナルを送るなと、それから内政干渉を直ちにやめろと、そのことをして火遊びすると自分自身が燃えちゃうよと、こういう物騒なことを平気で、まあ、言うわけですね。まあ、大体いつもの、ね、はい、言い方ですね。そうですね、いつもの言い方です。もう決まりきった言葉なんですね。あのこういうことしか言えないんです、はい、なぜっていうと、もう要するに彼ら自身、自分たちは悪いことをしてる、悪いことを企んでることは分かってる、ね、こう心理学でいうこの投影なんですよね。こういうことしないでくださいと言ったら挑発になっちゃいますから、面白いですね、そうですね、人に言えない政治目的があるっていうのが自分自身のことなんですよね、それをあの他の国がこのその他の国がこういう状態だという言い方をする、わけですね。だから中国が他国を罵るとき、それはその罵る内容そのままその自国に当てはまる、中国に当てはまるということ、これはあのそういう傾向は実際ありますね。よくぜひ皆さんあの観察してみてください。はい、そういうわけでですね、この、台湾海峡、まあ、この台湾海峡の平和と安定、これはこれを重視することが国際社会のコンセンサスになりつつあると今回、この台湾の外務省は言っていました。まあ、ここには書いてませんけどね、そういう表現しました。そして、心から感謝すると、強く歓迎し、まあ、今回のこの文言を入れたということで、台湾としては強く歓迎し心から感謝するという、本当に喜んでる。そして今言ったように、この台湾海峡の平和と安定は国際社会のコンセンサスになりつつあるというんです。この言葉はですね、非常に重要なんですね。なぜかというと、今まで中国はですね、例えばアメリカが台湾に歩み寄る、そうすると中国反発して何を言うかというと、中国は、アメリカは一つの中国原則を守らないのかと、一つの中国原則が国際的な コンセンサスだという言い方をしてきた。台湾は中国の一部であるというのは国際的なコンセンサスだという言い方をしてきた。それに対して台湾は、いやいや、台湾は中国の領土じゃないと、台湾の平和と安定これ守らなきゃいけないんだよ、台湾が中国に飲み込まれる必要はないんだよ、というのは国際社会のコンセンサスになりつつある、そう言って、この反論してるわけですね。まさにその通りなんですよね。今やこの中国の一つの中国原則というプロパガンダが破れつつあるという、まあ、中国のその侵略正当化のプロパガンダが破れられつつあるということなんですね。はい、世界が台湾海峡に、ね、関心持つのは非常にいいことですね。そうですね、ですから、まあ、それをね、その世界にそういった関心を持ちましょうと呼びかけているのがアメリカであり、そして今日本なんですね。そうですね。だから日本今あのしっかりとですね、こういった警鐘を打ち鳴らしてほしいと思うわけですね。はい。そしてそうした中、こんな出来事もありました。これは
5月の21日にですね、このアメリカの国務省のプライス報道官ですね、この人ツイッターでは結構有名な人気のある方ですよね、うん、彼のツイートは多くの人が読んでるそうなんですね。下にちょっと日本語訳載せたんですけどね、こういうことをおっしゃったんですね。中国はアメリカの政策を公然と歪曲しています。アメリカは中国の一つの中国原則を認めていません。何があるかというと、中国は今ですね、要するに台湾が中国と仲良くしようと、台湾が中国に、台湾、ごめんなさい、アメリカが台湾と提携を強化している。そうするとアメリカ、中国はですね、そのことしていいのかって、アメリカは一つの中国原則、すなわち台湾は中国の領土と認めたではないかという、そうですね、やめろって言うんですよね、うん、はい。でアメリカはまあ今までこの中国を怒らせまいとしてそれに対して反論してきてないで、まあ、曖昧な態度を取ってきたわけですけどね。それに対してですね、まあ、曖昧な態度を取ってきて反論しないもんだから、中国がさらに調子に乗って中国、アメリカは一つの中国を認めたじゃないかと世界に向かって批判をしてきたわけですね、まあ、日本に対してもいやそうなんですけどね、はい。それに対して今回ですね、珍しくアメリカが反論したというわけなんです。珍しいですね。ちょっと続けてみますね、こちら、はい。まあ、要するにアメリカは中国に一つの中国原則なんか認めてないよと、はっきりと言ったんですね、これ事実です。そしてこう言ってます。我々は台湾関係法3つの共同コミュニケおよび6つの保障に基づく長年にわたる超党派の一つの中国政策を進めているのですというんですね。一つの中国政策をアメリカは進めていると。中国は一つの中国原則というものを掲げ、世界中にこれを受け入れなさいと言ってきている。そしてアメリカはもう受け入れたんだと宣伝するけど、でアメリカはそれに対して、いや我々は一つの中国政策変わってませんよという言い方をしてうやむやしてきた。一つのアメリカの一つの中国政策とは何なのか、一つの中国の一つの中国原則とは違うのかということ、違うんです。どう違うのか、これ今までですね、つい最近まで日本のメディア各社もみんな中国に騙されてきて、アメリカは一つの中国原則を受け入れてきたと、そう報道してきたわけですね。そうですね、はい。まあ、我々もね、そのメディア各社に対してそれは間違ってるよと、そういうことをずっとこう訴えてきた経緯があるんですけど、どういうことかというとですね、これ重要なことなんで、これからですね、アメリカそれから日本もですね、台湾との関係をどんどん強化していく趨勢にあります。ですから、この中国は、アメリカそして日本に対してずっとこの一つの中国原則を守ると言ったじゃないかという印象操作をしますが、それが嘘だということ、そうですね、やっぱり、これあのマスメディアも今まで騙されていたわけですが、一般国民もみんな騙されてますんでですね、まあ、中国原則と中国政策となんか似てますからね。そう、混乱しますよね。混乱しますね。これ中国に気がなしてアメリカがね、このあえて紛らわしいことを言ったわけなんですよ、うん、我々は一つの中国原則や政策ですよと、まずとりあえずこのややこしいのでちょっと説明したいと思います、はい。まずこの一番下のですね、中国が言う一つの中国原則とは何なのかですね、その内容はこういうことです。世界に中国はただ一つ、世界にはですね、この中華人民共和国というチャイナと、それから台湾に逃げ込んだ中華民国というもう一つのチャイナがあってですね、そうですね、はい。でまあ戦後ですね、ある国は中華人民共和国を承認し、ある国は台湾に逃げた中華民国亡命政権を中国の代表政権として、まあ、承認してきた。そしてその中華民国政権は最初は国連の常任理事国でもあったわけですね、はい。ところが世界には中国が2つはないんだ、1つなんだ、それは中国とは中華人民共和国のものなんだ、ことなんだ、そして台湾はその中華人民共和国の領土の外部の一部なんだというのが一つの中国原則なんですね、はい。中華民国なんてのは、台湾にいる中華民国なんてのは偽物だということなんですね、はい。これ要するに台湾を取りたい人の一つ の、 そのキャッチフレーズというかね、はい、洗脳作戦だもんな。そうですね、うん、この番組何度も強調してます、説明してきましたようにですね、台湾は中国の領土じゃないんです。まあ、元々は日本の領土で、その後日本は台湾を放棄しましたが、うん、中華民国に中華人民共和国に活用してないんですよ ね、 そうですね。ただ放棄させただけなんです、戦争に敗れて、ただその日本が放棄した台湾の島にはすでに中国の内戦に敗れた中華民国政府が亡命してて、
独裁試合をやっていたから、そうですね、だからずっと中華民国のままで来たわけですけどもね、うん、そして今日に立っているわけなんですけどもね、まあ、今の中華民国は、まあ、その台湾人が自分たちの意思でリーダーを選んでいるから、ね、うん、だからまあ昔とは違うんですけど、中身は違うけども、はい、憲法はまだ中華そう民国の憲法、そこが問題ですね。そうですね、はい、うん、はい、それについてはまたあの別の機会にまた詳しく、ね、ね、説明しなきゃいけないと思うんですけどね、はい、こういうこと言うわけです。でじゃあアメリカのこの中国、一つの中国原則というもの、台湾は中国のものだという原則をアメリカが承認したかというと、まあ、中国がしたというんですけどね、してないんです、うん、それから日本もしたんだというんですけどね、あの一つの中国原則を守ると約束したんだというんですけどね、してないんです、アメリカの考えはこういうことなんです。世界に中国はただ一つ、中国とは中華人民共和国のことであると、これまでは認めてるんです。日本もそうです。ところがその後、台湾は中国領土の不可分の一部であると、これはアメリカ政府も日本政府も認めてないんです。そこなぜかというと違うからなんです。さっき言ったように違うから認められないんですね、うん、認めろって中国が言うから、じゃあしょうがない、アメリカの方はじゃあ一つの中国政策って言葉を使ってですね、アメリカを中国を怒らせてませんよというわけです、で一つの中国政策なんて言ってるうちにですね、アメリカの政策決定者もですね、アメリカは台湾は中国の領土と認めてるんだっていう錯誤に陥っちゃったんですよね。落ちますよね、非常に似てる言葉だからね。最近になってですよ、このそれ違うんだよってことですね、ここ10年ぐらいじゃないですかね、これは問題になって、日本人だってそうですね、日本の政治家だってマスメディアだってこの一つの中国原則を飲んだような言い方を、あ、この中国に飲んだだろうって言われてるから、あたかも飲んだかのような気持ちになっちゃって、そうですね、はい、うん、はい、で先ほどプライスさんが言ったように、中国のアメリカの一つの中国政策というのはこういう内容ですね、アメリカと中国の3つのコミュニケ、それから台湾関係法、3つの保障に基づく政策だというんです。この3つのコミュニケとは何なのか、それはですね、これご覧ください。もう中国いつもこれ言ってますからね、3つのコミュニケと言われて日本人は何のことか分かんないんですけど、こういうことです。まずこれニクソン訪中しましたね、1972年、あの時の出された上海コミュニケ、その中でですね、アメリカの台湾のその帰属に関してのその発言ってのはこういうものだったんです。アメリカは台湾海峡両岸の全ての中国人が一つの中国しかなく、台湾中国の一部と考えていることを認識すると言っただけなんですね。これどういうことか、この中華人民共和国と、それから対岸の中華民国にいる中国人たちは、中国が一つだと、まあ、中華民国の国民ともそう言ってましたからね。そうですね、うん、まあ、一つというのは中華民国も自分が一つのという感じですよ、言ってましたね、で台湾は中国の一部だと言ってるということを私たちは認識してますと、アメリカもそのように考えますよとは言ってませんよ。そうですね、認識、そう、中国人たちがそう言ってるということを認識しますと、でそれに対していちいち異議は申しませんという言い方もしてましたね、はい、認めたわけじゃない。で2つ目のコミュニケ、これは米中国交樹立の時の出された1979年のコミュニケ、こういうことです。アメリカ政府は中華人民共和国を中国唯一の合法政府であると承認する、これからは中華民国じゃなくて中華人民共和国を中国政府と我々は認めますよと言ったんです。そしてこう言ったんです。アメリカ政府は一つの中国しか存在せず、台湾は中国の一部であるとするのが中国政府の立場であると認識する、台湾は中国の一部であるとアメリカ政府は承認すると言ったんじゃないんです。台湾は中国の一部であると中国政府がそういうふうに言ってるということはよく分かりましたと言っただけなんです。だけなの。そして3つ目の、コミュニケ、これは1982年レーガン政権の時、このまた中国が言えというんで言わされます、1979年1月1日、つまりこの2つ目のコミュニケでは、一つの中国しか存在せず、台湾は中国の一部であるとするのが中国政府の立場であると認識しました。1979年、アメリカはそれを認識しました。今もそうですよと再確認したんですね。それだけの話なんです。一度もこの3つのコミュニケを通じて、アメリカは台湾は中国の領土と認めてなんかいない。そうですね、承認はしませんよねということで、はいはい、分かってるよということで、そうだ、中国がそういう考えであるのは分かってるよと言っただけなんです、うんうんうん、はい、それから、もう一つはこの
3つのコミュニケーションと、もう一つ台湾関係法とは何なのか、まあ、これは言うまでもなくて、言うまでもなくですね、まあ、その米中が国交を締結した時にですね、そのアメリカ その国内法としてですね、じゃあこれからじゃあ台湾とどう付き合うか、台湾も今まで国家として付き合ってきたけれども、これからもその実質的なその国家としての関係を続けましょうと、まあ、そういったあれですね、義務付けをするものでしてね、で特にまあ有名なのがですね、まあ、要するに台湾にその防衛的な性格の兵器を提供すると。そうですね、だから今軍備を兵器を売却してますよね、今でもね、台湾に対してアメリカは。それからもう一つ、台湾人民の安全または社会経済の制度に危害を与えるいかなる武力行使あるいはそれ以外の強制的な方法にも対抗しうるアメリカの能力を維持すると。中国に対抗する、要するに中国の台湾侵略に対抗するこの能力を維持すると、まあ、そういった義務付けも行われました。まあ、それは部隊を派遣、台湾有事の時部隊を派遣するのか、あるいはこの軍備を支援するのか、まあ、そういった細かいことは、具体的なことは書いていませんけどもね。それはその時の状況でしょうね。はい、そうですね、はい。要するにこれは、要するに台湾は中国の領土ではないという考えにも通じているわけなんですね。そうですね、はい、もし台湾、中国が台湾を攻める、もしアメリカがですね、台湾は中国の領土と認めていた場合は、それを台湾を応援するということは内政干渉になってしまう、うん、でもアメリカは台湾を中国の領土と認めていないからこそ、このような国内法を制定することができたわけなんですよね、はい。それから、もう一つ、この一つの中国政策が基づくところのものとして、まあ、この6つの保障というものがありますね。これは何かというとですね、はい、これです。まずこれ見てください。これすごい大事ですね、まあ、これはですね、まあ、米中国交を結ぶ時ですね、このアメリカ側がまあ台湾にこう言った保障するとしたんですよね、まあ、台湾の求めに応じて保障すると言ったわけなんですけども、こういう感じです。これはまあいろいろと時代によって内容若干表現が変わるんだけども、これは最新版ですね、正式なものですね今の、はい。台湾への武器売却に期限を設けることに同意しない、武器売却してます、いつまでってことは決めませんよと、要するに中国次第だってことなんです。中国が平和的に、ね、問題解決するって言ったら、我々武器売却をどんどん減らしていく、それで最後はゼロに持っていきますよと言ってるんですよアメリカは。だけど、全然そういうことをしてない、逆に中国が軍備拡張して台湾への侵略の野心むき出しなんですね、はい。2番目こういうことを言ってます、アメリカには台湾と中国の間を仲介する役割はないと。そう、だから台湾安心してくださいって、言うわけですね。それから3番、台湾に中国と交渉するよう圧力をかけない、その台湾が中国とですね、まあ、その今後どうするか、交渉するかどうかっていうのは台湾人が決めることで、アメリカはですね、その中国の顔色がかかって、ほら台湾早くあなたも中国が求めに応じて統一交渉応じなさいとか、そういうことは我々はする気はないから安心してということです。それから4番目、台湾の主権問題に関する我々の長年の立場に変化はないということ。中華人民共和国を承認するけれども、中華人民共和国政府を認めるけれども、しかし台湾を中国の領土とは認めませんよと。この台湾の地位というものはサンフランシスコ講和条約で日本がその台湾を放棄した後ですね、台湾の地位は未定なんだと。中華民国のものでもない、中華人民共和国のものでもない、台湾の地位は未定なんだという考え方が、まあ、日本政府もあるけどアメリカ政府も持っている、そういう考えは我々は変わってませんよ、中華人民共和国の領土なんて持ってませんよということを表明したわけなんですね、はい。台湾の地位は未定であるということは今アメリカ政府は言いません。それはなぜかというと、ニクソンが訪中した時にですね、そういうふうに周恩来に誓って以来、それ言っちゃうと、本当のこと言っちゃうと、それ言っちゃおしまいだと中国に怒られちゃいますからね、はい。今後言っていいんじゃないかと思いますね。それから、はい、これを見てください。台湾関係法の改正を求める計画はない。先ほども言いましたように、台湾関係法というのは本当に台湾防衛の要なんですね。これを中国への配慮でこの弱めたり何したり、中国 の意向に左右されて何かするということはありませんよということです。6番目、815コミュニケ、まあ、これはさっき言った3つ目の米中共同コミュニケのことなんですけどね、
これは台湾への武器売却に関して、まあ、関する武器売却に関するものなんですけどね、北京と事前協議を行うことに同意したと読まれるべきではない、うん、これは、うん、さっきもちょっと触れたんですけどね、武器売却に関するコミュニケでした。でこれはその武器売却に関して武器をその台湾に何を売るとか何を減らすとかそういうものを中国と相談することはありませんということなんです。あくまでアメリカは中国の態度を見て自分の判断で、あこれは台湾危ないなと思ったら台湾に兵器を売る、あ中国は安全だなとしたら兵器は、まあ、いろいろはっきり書いてますね。そう、売却は控えるとね。中国読まないのかなといつも思いますね。中国はですね、はい、で中国しか読まないのかな。その中国はですね、こういうふうに言うんです。中国が、まあ、先ほどプライスさんが言いました、中国はアメリカのこの一つの中国政策を歪曲していると言いましたね。どういう歪曲しているか、これ中国が定義する、まあ、僕が勝手に定義するって言葝を使いましたけど、アメリカの一つの中国政策とはどういう内容か、こういうことです。アメリカは一つの中国原則とを遵守すると、それからもう一つ中米間の3つの共同コミュニティを遵守するというんですね。まず先ほど言いました、この3つの共同コミュニケ、中国はですね、このコミュニケにおいてアメリカは中国の台湾は中国の領土と認めたじゃないかという言い方をしているわけです。これ嘘ですよね。先ほども言いました、ね、どこにもその3つのコミュニケどこにも書いてませんよ、書いてませんよ。台湾中国の領土と認めないんですよアメリカは。ところが認めたんだと、一つの中国原則を認めたんだと、だからそれを守るというのがアメリカの政策だろうと言ってくる。アメリカが何も答えないのをいいことに。それからもう一つ、アメリカは一つの中国原則を遵守すると言ったじゃないかと、同じこと言ってますね。言ってませんよどこにも。3つの共同コミュニケで言ったんだと、2つを、そこ同じ1つ、どっちか1つ言えばいいんだけど、あのこうやって強調する、まあこの印象操作ですね、これがデタラメだというわけです。じゃあこの台湾関係法とか6つの保証はなぜこう書かないのかというと、中国はこの2つはですね、これは一つの中国原則に反するものだと、これはあくまでも台湾は中国の一部じゃないという、そういう考えに基づくものだから、これは無効だというんです。無効だというんです。無効なわけないのに無効だというんです。まあ、台湾関係法ではアメリカの国内法ですよね。そうです。それは無効というのはどういう、国際法は国内法に優先されるから、これは無効だというんです。うん、3つのコミュニケは国際法だから、これ実際これ国際法じゃないんですよ。条約じゃないんですけどね。ね、まあ、いずれにしても向こうはそういうふうに言う。でもその3つのコミュニケにしたって、一つの中国原則認めてませんからね。だから全部がデタラメなんです。でもなんでそんな大胆なデタラメをいくつもいくつも言うのかというと、アメリカが中国の顔色を見て、うん、まあ、何も言わないからなんです。そうですね。そう。そういうことなんです。そして、アメリカは何も言わないうちに、アメリカ自身もなんか何が何だか分からなくなってきて、台湾中国の一部じゃないかと思ってきちゃってしまっていると思っちゃいますね、はい、きちっと言わないとダメですね。そうですね、うん、はい、日本の メディアもですね、よく中国のセリフを報道しますね。はい、だから日本人も勘違いしちゃうかもしれません。中国はこう言うんです。アメリカはこれ、産経新聞5月26日こんな報道がありましたね。バイデン大統領が、まあ、我々はその台湾を守る約束がありますよと言ったのに反発してですね、中国政府こう言ったんです。アメリカは台湾問題における約束に背いたぞって、一つの中国原則を守らないのかと。で、世界に一つの中国だけがあり、台湾は中国の一部だ、これは国際社会に共通認識であり、アメリカはこの手約束なんだぞという嘘をつく、平気です。で、それを日本の方がメディアが報道しちゃう。だから日本国民は、あ、そうなのと思っちゃう。同じくこれも産経ですね。ここに書いてありますね。このある国は、まあ、アメリカは一つの中国という原則と約束に背き、台湾と付き合っていると。そういう言い方をしてますね。それから、日本だってその一つの中国を認めてないのに、平気でこういうこと言いますよ。ついこの間です。これ中国大使、まあメディアのメディア関係者を招いた講演会ですね。こう言ってましたね。一つの中国原則の遵守と台湾地区問題の適切な取り扱いが中日国交正常化実現の前提であり、日本政府が国交正常化当初に中国側に明確に約束したことだと。そんな約束が
してない。そうですね。どんな約束したのか。データラメ示してみろと。ハレンチですよね。はい。そういうわけでですね。うん、この一つの中国政策もうややこね、中国アメリカはそういうことを言うとですね、もう世界中もアメリカですら台湾は中国の一部と認めてるのかと。だからその台湾有事邪魔するのは内政干渉という中国の人は正しいんじゃないかと思っちゃいますからね。日本人だと思いますからね。はっきり言わないとなんですね、うん、もうこれからやめたらどうかと。最近ポンペオさんがですね、この国交を結べって言い方をしたんですね。承認しろと、国交。要するに台湾取られたら大変だよと。台湾取られたら、まあ、その台湾は重大なアメリカの経済パートナー、まあ、その半導体入ってこなくなるしね。それから台湾取られたらハワイ、グアム、それから日本、オーストラリアが危ないよと。だからもう台湾との関係強化しかないんだと。でもう台湾はすでに独立している国なんだから、だから承認すればいいんだよと、それでそうすることで何も起きませんよと、まあ、みんなね中国と戦争起きるから起きるということを心配してますけど、ポンペオさんはいやそのことないよ、反対ですよね、はい、うん、ポンペオさん、あ、ごめんなさい、アメリカの国務前国務長官ですけどね、はい、そういうことも言ってます、そういうわけで、はい、最後に今もう台湾は台湾、もうみんなが認識しなきゃいけない状況です。世界もそういうことを気づき始めた。ところが今でも日本のテレビ局、台湾の話になると、台湾と中国の話になると、台湾から輸入する旗は中国本土での生産量云々とかね、台湾では輸出する旗の9割以上が中国本土向けです。台湾と中国と書かず、いちいち中国本土と書くのはなぜか。それは台湾は中国の一部だという中国の宣伝、ね、はい、ちょっと暗示かけてますね。そうですね、はい、中国の一つの中国原則宣伝に乗っちゃってる、うん、産経新聞もそう、台湾本土と中国本土と台湾本土、なんで台湾にとって中国は本土ですかということなんですよ、うん、台湾は中国の属領ですか。産経新聞に電話しました、これやめてくださいって、うん、でも直されませんでした。そこまで認識できてないかもしれませんね。でも電話しましたらね、読者センターにさ、うん、ああなるほどって言ったんですよ。でも記事は直さない、はい、これ中国に何か言われてんじゃないかと思う、疑わざるを得ないですね、はい、本当に残念ですね。まあこれからもね、台湾は中国は台湾の中国と、台湾にとって中国は本土じゃないってことを言っていかならない、全然別々というふうに考えられるんですね、はいはい、今日は時間になりました。これで失礼します。どうもありがとうございました。